なんでモザイクつけてんの。まあ今日そういう動画だし。そう。ハロー、どうも、ベンキシです。というわけで、今回は、編集教室 iOS、パソコンなしで、動かすことができる、モザイク編集のやり方を教えます。それでは、早速行きましょうか。どうぞ。それではやっていきましょう。今回使うアプリはこちら、ビデオツールボックスでございます。さて、起動してみましょうか。起動すると、こんな画面になります。一番右下の、マスクという機能が、モザイク機能になります。しかし、残念ながら、こちらの機能は、240円くらいの課金アイテムとなっております。まあお金はかかりますが素晴らしい機能だと思うのでぜひ使ってみてください。それでは実際に進んでいきましょうか。ポン、マスクを押します。そうするとセレクトビデオ、カメラロールから自分の動画を選びます。今回僕は自分の16秒の動画を作ってきましたのでそちらをインポートします。右下のセレクトを押します。セレクトを押すとこのような編集画面に移ります。真ん中の再生停止ボタンを押すことで停止したり再生することができます。再生停止の下はショーマスク、マスクを出したり消したりすることができます。ショーマスクの下にマスクタイプ、モザイクが4種類に分けられています。まあ、これは完全に自分の個人個人の好みですね。そしてそのモザイクの下は他の動画を読み込むときに使います。基本的な機能はこれで終わりです。実際に使っていきましょう。実際ドアを開けて現れるまでモザイクは必要ないのでそこまで動画を進めましょう。進めます。はい、この辺からモザイクが必要ですね。しかし一瞬でもモザイクがかかってなくて顔が見えてしまってはモザイクの意味は全くありません。なのでそういう微調節がやりやすいように再生停止ボタンの右側に 0.25 倍速、0.5 倍速、1倍速と動画の速度を変えることができます。試しに 0.25 倍速で再生してみましょう。少し戻してみます。はい、これだと扉から出現するのがとても分かりやすくて再生がやりやすいですね。それでは扉から出てくるところで止めます。この辺からモザイクが必要ですね。モザイクは自分の指で大きくしたり小さくすることができます。だいたい顔ぐらいの大きさに調整します。まあこのぐらいでいいでしょう。それを顔の部分に持ってきます。はい、今モザイクを指で押さえているんですが何か気づくことはないでしょうか。そうですね、再生ボタン、停止ボタンの左側がレコーディングと表示されています。指で押さえている間、こちらのモザイクを動かすことができます。動画に合わせて指を動かしてモザイクをかけるということですね。それでは実際にやっていきます。再生を押して指で顔を追います。さて再生します。ポン。さて自分で指で追っています。はい、今全部自分で指で押さえております。さて左に移動しているので指を左に移動させます。よいしょ。これは若干慣れが必要ですね。なのでこれがね1倍速だとかなり難しいのでやはり 0.25 倍速ぐらいにしとくととてもやりやすいですね。はい、これで完了ですね。それでは1倍速にしてどんな感じか実際見てみましょうか。はい、しっかり顔にモザイクがかかっていますね。左右に揺れている部分も問題なく顔が隠れています。はい、これで問題ないなと思いましたら右上の共有ボタンでカメラロールに保存してこれで終了です。レンダリングが終わったらもうこれでカメラロールに保存されています。以上です。どうだったでしょうか。お金はかかりますがかなりいいアプリだと思います。今のところアップストアである中でモザイク関連ならあれが一番いいでしょう。また詳しくやってほしいことありましたらコメント欄でお願いします。では次の編集教室 iOS で会いましょう。バイビー。